微妙に影響が出るのかどうか。さあその注目の前半戦のスタートです。45分がスタートしました。遠藤、左に取っているのがグリーンのユニフォーム、ホーム松本、そして右に遠藤を取っているのが白を基調としたユニフォーム。失ってしまったらすぐにもうこれ失点しますからね。さあここで1本長いボールを入れていきます。サイドを変えて松本落としてティティパンというところですが、松本、さあそしてオナイフ落として、うん、さあここからコースを入れていきますが頭を越えていきます。キーパーを抑えた、この質が求められますね、はい、さあ鈴木からのボール、高橋落として水本、さあここにティティパンが激しくいきます、うん、しかしここは強さを見せました水本ですけれども、水本がまあ、この夏加入しまして3バックに松本安定感が出たという印象がありますかね。まあ、そうですね、飯田選手とか橋口選手と話してても、さあ少し上がっていって岩田、さらに預けて小林から松本玲、ワンタッチで小林玲のクロス、まあ、今のは、ね、非常にいい形でしたけどね。最後ヘディングティティパンでした、うん、らしいこう何人もの選手が関わっての攻撃でしたけど、やはりこの単純に入れるクロスっていうのは松本のディフェンダー陣からすると怖くないですよね、はい、うん、中も多いわけではないですしね、人数がね、トラバイもよく入ってきましたね。そうね、こういうところさらに松本チャンスですよ。内側中に入っていったのは岩田ですが、向こう側藤田が対応していきます。ティティバン拾う、さあアウトサイドシュート、ここは飯田が実感しました、うん、タッチに逃れています。いいですね、シュートで終わるっていうのはいいですよね、はいはい、最後ティーファンでした。まあこれ飯田選手がよくねブロックしましたけど、はい、今とセルジーニョ選手にイエローを出ましたね。ああおそらく先ほどの、そして松本、松本レーさあ仕掛けられるか、下げて岩田です。さあ裏へティティバン、ティティバンのクロスボール、オナイユ、ここはしかしディフェンス飯田が対応してきました。ここは飯田が対応、水本から高橋、あここをカットしました小林優、さあこの競り合い、さあ前を向いた、前を向いたシュート、ティティバンでした。セカンドボールを予測をして拾ってシュートまで行きましたし、また橋口選手もねしっかりと対応して股をね開けずに駆け引きをしながら足に当てましたよね、うんうん、さあ大井さん非常に松本ボールに詰まるし、うん、まあ、これでまた三平選手はこれ、はい、それまでサッカーを熟知してますからね、えーえーえー